今回の衆院選は解散から投票までの間が17日間と戦後最短で県内8つの小選挙区に合わせて23人が立候補しています選挙期間中は新型コロナウイルス対策や経済政策などを巡って論戦が交わされ最終日の今日もそれぞれの候補が各地で訴えを続けていますまた期日前投票率は 昨日の時点で16.61%と、前回4年前の同じ時期と比べて1.99ポイント高くなっています。明日の投票は県内1,150カ所余りで、一部を除いて午前7時から午後8時まで行われ、即日開票されます。